におもちゃの1000円がラブマジック、ラブマジック、魔法がかかると吹き飛びます。なんで吹き飛ぶの？シエルです。今日は3枚のカードを使った記憶力のゲームをしたいと思います。今から皆さんに3枚のカードを3秒間だけお見せします。この3秒間の間にどこにどんなカードがあるかを記憶してください。それではいきます。はい、1、2、3、はい。ではこの真ん中にあるカードを覚えてますか？この真ん中にあるカードは、そうです、ダイヤの3です。ラブマジック、シエルです。1枚のカードを使ったマジックです。こちらのケースを使います。このケースの中にカード1枚入れちゃいます。そして魔法をかけます。ラブマジック、魔法がかかると、おっ、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。ラブマジック、わお。この短いロープをこちらの長いロープに巻きつけていきます。そしてふっと魔法をかけます。そうすると同じ長さに、ラブマジック、みんなこんにちは、魔法のお姉さんのシエルです。今日は皆さんに不思議なマジックショーをお届けします。あ、こんなところにメロンパンが落ちてます。じゃあ今日はこの釜の中で焼いていこう。魔法かけます。おいしくなーれ。お、なんとメロンパンナちゃんに、ラブマジック。僕アンパンマン、今日はスーパーイリュージョンショーをお届けするよ。カップカモン。この黄色いカップ、中は何も入っていない空っぽだよね。怪しいところはないよ。じゃあみんな僕を見ていてね。いくよ。アンパンマン。アンアン。アンパンマン、初めてのマジック。はい、おすすめのマジックです。ここにカラクリドール先生もいるので、よかったら皆さんやってみてください。シエルです。今日は3枚のカードを使ったマジック、主役はこちらのクイーンです。はい、クイーンの他には2枚のエースを使います。はい、じゃあ2枚のエースをクイーンの上でひっくり返します。そして魔法をかけます。ラブマジック、魔法かかったから、ちょっとじゃあクイーン出してみますね。よいしょ。あれ、よいしょ。あれ、なかなか出てきてくれない。お、お、お、ピヨーン。シエルです。今日は学校にあるものでできるマジック。使うのは白い紙1枚。折り目をつけてあります。そしてクリップをね、2つ使います。まずはじゃあ青いクリップをこの白い紙にこんな感じでつけます。そして赤いクリップもこの白い紙にこんな感じでつけます。赤と青、2つのクリップが1枚の紙についている状態です。それでは魔法をかけます。ラブマジック、魔法がかかるとこちら、赤と青のクリップがつながります。ラブマジック、シエルです。ダイソーマジック、はい、こちらのねボトルの中に今日はね3つのボルトとナットを持ってきました。はい、こちらね、色が黄色と赤と緑です。はい、ボルトとナットがね、くっついてます。はい、じゃあ今日は、この、まあ、3色の中から1個選んでもらうんですが、うん、そうですね、そうですよね、やっぱり赤ですよね。OK でした、今日は赤にしましょう。じゃあ、まあ一旦全部ね、この3つのボルトとナットをね、このケースの中に戻していきまーす。はい。では、では、では、蓋をして、パワーを送ります。赤ー赤ー赤ー、ほっほっ、見えますか？なんとこのボルトとナットを出してみると、選ばれた赤だけボルトが外れてしまっています。ラブマジック、こちらにバネと丸いリングがあります。
はい、このリングは可愛くリボンがついています。何をするかというと、このバネにリングを引っ掛けます。例えば端っこの方でも、まあ、真ん中の方でも指の近くの方でも、まあ、バネにはどこにでもリングが引っ掛かるようになっています。じゃあ今日は真ん中ぐらいにリングを引っ掛けてみます。ね、引っかかってるの見えますよね。もちろんこのリング下にこうやって引っ張ったとしても、まあ、取ることはできないですよね。じゃあ今日は魔法をかけます。ラブマチック魔法がかかると、このリング下はもちろん上に押しても横に引いてもどうやってもこうやってもリングは取れなくなってしまいます。はい、では私はこちらの紙を使ったマジック、バラバラの紙があります。はい、ラブマジック。はい、皆さん愛あるマジックをラブマジックってやると飛んでいきます。ラブマジック魔法がかかると吹き飛びます。なんで吹き飛ぶの。ラブマジックラブマジックってやると、はぁ、ラブマジック魔法がかかると、なんとクリップ2つが、ラブマジック魔法がかかると、画面から消えた。ラブマジック魔法がかかると消えるね。ラブマジックラブマジックってやると、おぉ、ラブマジックってやると、画面から消えた。ラブマジック魔法がかかると飛んでいきます。ラブマジック